煉獄コロアキ逮捕、まあ、知ってる人もいるでしょう。まあこれは知ってんじゃないかな。あのヘズマ流とかと同じ系統として思われている、まあ世間一般には迷惑系 YouTuber、その他の言い方だと知人逮捕系 YouTuber というらしいです。まあ元々はね一人で活動してて、コロナの時とかね、うん、あだこだって言いながらそう活動してたわけだし、ZD さんとも揉めたりもしたんですけど、以降はちょっと落ち着きを取り戻したんですけど、また最近はその知人逮捕系で暴れていらっしゃいます。はい、その前はね、トイコキッズとかその他、大久保公園の周りにいるね立ちんぼの人たちを取り締まるっていうことで、活動してたんですけど、まあ、最近は痴漢だろ、その他ジャニーズのね転売ヤーだろっていうところをこう指針逮捕していくっていうところで活動しておりましたね。はい、まあ、だから系統としてはガッツチャンネルとか建造チャンネルみたいな、そういうような形で指針逮捕系と言われております。はい、だけど世間一般には多分迷惑系と思われてるんじゃないかなと思いますけどもね。まあそんな彼なんですけど、まあ、先日ね動画でも上げていました、そのジャニーズの転売ヤーを取り締まるというもので、まあ、その女性に対してね取り締まったんですが、まあ、その女性からですねその転売屋をしていたという証拠が見つからなくて、結局名誉毀損という形で、刑事ですね、はい、今日名誉毀損で、まあ、任意同行求められて任意同行しまして、まあ、結果、まあ、逮捕ということになりましたね。で彼はなんか執行猶予を持っているのかな現状ね。ですから執行猶予中の身で逮捕されてしまったので、もうちょっと次は実刑は避けられないかなと思われますね。だからまあ裁判とかも重ね、まあ、しばらくはシャバには出てこれないのかなという、ちょうどね弁当持ちだったからね、はい、との話でございますけど、いろいろ調べると。でまあ今後のその知人逮捕系 YouTuber の活動にもいろいろメスが入るんじゃないかとか、やりづらくなるんじゃないかと言われておりますね。はい、だから結局そのちゃんと悪いことをしてるって言って確証あって指針逮捕して警察に突き出して捕まればいいんですけど、もう中にはそういう今回のように証拠がなかったりとか、指針逮捕だって言ったのにもかかわらず証拠がなくて名誉を傷つけられたって人もいるんで、今その他にも活動されてるチャンネルいくつかありますけど、まあ、そういったところも厳しい目が向けられるんじゃないかなっていう、いつまでお前ら警察ごっこやってんのっていう、でコロアキが逮捕されたことでより言われてしまうからと、お前もそのうち逮捕されるよって、ね、やってること変わんねえんだからさっていうので、今後ちょっとその、まあ、ユーザーからいや周りのね世論の目もね厳しくなるのではないのかなというふうに思いますね。まあ、今回ちょっと見せしめの一つもあって逮捕されたんじゃないかなと思いますけど、まあ警察って警察なんだけど、一番気にするのってメンツなんで、警察ごっこしてたらそれは警察も怒ることもあるかもしれないよね。いやこっちの仕事だよ、警察の仕事だよって、君たちは警察が仕事しないから俺たちがやってるって言うけど、君たちはじゃあなんで警察官にならないのって話だよねっていうのが多分警察側としても思ってんだよ。結局警察官にならずに警察ごっこしてるだけじゃんと、本当に正義の気持ちがあって取り締まりたいと思うんだったらじゃあ君警察官になればいいじゃないって、でもならないんでしょって、ならないで警察ごっこしてんでしょっていうのがあるから、ほんでやっぱり一部の人たちはさ、すごい人気の人たちもいるから、やっぱ警察ってクソだなとか警察って動かないんだなとか思っちゃってる人もいるわけじゃん、そういう YouTube の動画とか見てさ、うん、だからやっぱりその警察への批判もあるしね、警察が動かないからこういう YouTuber が動いてるんだよって、市民の人が動いてるんだよこれってどうなのと思ってる人もいるから、やっぱ警察としてもムググじゃないけど、やっぱちょっとメンツが汚されてるところありますからね。うん、なんで、まあ、今回ねそのコロアキに関しても逮捕に至ったのかなっていうふうに思いますけどもね。であと怖いのが X とか見てると、まあその中にもガッツチャンネルとか建造チャンネルとかいろんなチャンネルあるんですけど、その辺も逮捕させてやろうっていうことで Twitter でこういう YouTuber から被害を受けた人募集中みたいなアカウントもあるんですよ。だからまだこれは氷山の一角で、やっとコロアキが逮捕されたけど次はお前らだからなっていうので、そうこういう詩人逮捕系 YouTuber に被害を受けた人はどんどん情報をくださいとか助けますみたいな人もいるから、なんかちょっと今回のことで終わりっていう感じはしないよね、一筋縄ではない、なんかこの後まだ起きそうな、匂いはしてますね。まあ、だからね、インターネットですからね、いろんな人見てますし、まあ、あとはその経歴とか気にする人もいるしね、うん、例えばさ、なんか俺なんかがさ、じゃあ明日からいい人になりますって言ってね、東京徘徊物語も徘徊するんじゃなくてゴミ拾いしたりとか、
俺が例えばなんか寄付したりとか、おじいちゃんおばあちゃん助けたりしたって多分言う人言うんですよ。いやお前石川の利益やんってね、お前インターネットで調べたらどんだけいろんな悪さ出てきたって、なんか心を入れ替えたとか言ってるけどお前なんか企んでんだろみたいな、何結局何好感度欲しいのとかってやっぱ言われるわけよ。そうネットってさ、ネットタトゥーでさ全部残ってるからね、やっぱり言う人は言いますからね、うん、まあ気をつけて活動していただきたいなっていうところでございますけどもね、コロアキ逮捕ということでね。なんかあの煉獄コロアキヘズマリオ新八丁はなんか逮捕恐れてなさそうやけどね、それすらもエンターテインメント自分に箔がつくステータスになるんだぐらいに思ってそうだから、この三決に関してはなんか逮捕っていうニュースでへこたれるイメージないですわ。しかもなんか何年も何年も出てこれないってものじゃないじゃん、その何十年とかね、じゃないのしばらくしたらまた出てくるわけだし、なんかケロッとしてそうな感じもしますけどね。で一方言われてるのは Z リーさんだよね。そう X の周りのユーザーから、あ結局コロアキを調子乗らせたのはお前だろみたいな、お前の飼ってるペットがこんなことしてるぞみたいな、結局お前がそうやってチヤホヤしてるからねえ、煉獄コロアキがこんなことになってんだぞって言う人もいる。だけど Z リーさんはいやそんなことないで、うちの新宿疎開でもないし、そういうわけじゃないし、なんなら俺と絡む前の方がコロアキってやばかったんだよみたいな、最近まで落ち着いてる方なんだからさって言って、まあこう言い返したりもしてますけどね。まあどうなのかなっていうところはありますけどね。ただまあその Z リーさんとかどうこうなく、おそらくああいう迷惑系 YouTuber とかって呼ばれる人ってやっぱ自分の SNS にいいねがついたりとかインプレッションがついたりとか、わーっと周りが盛り上げるのもあって本人が、調子こいちゃうっていうところがあるからね。別に誰とかではないと思うけど、やっぱりネットで活動したのが大きいのかなって俺には思いますけどね。まあしっかり反省していただいてね、懲りなさそうだけど、まあ、またこれも社会的ニュースなんですけど、日本保守党、まあ、僕ちょっと注目してるんですけどね、まあ、最近ネットではすごく数字持ってるところで、政治団体とか政治系のツイッターのアカウントの中でもかなりトップクラスのフォロワー数も起こっていて、ネット上ではすごく支持を受けているところでございます。はい。で代表なのが百田直樹さんっていう頭スキンヘッドの人で、まあ、朝のね情報番組とか、まあ、ネット番組とかで見たことある人もいるかと思います。頭スキンヘッドでゲジ眉毛の人なんですけどね、はい、ちょっと保守の気持ちが強い方でいらっしゃいますが、まあ、最近ねその自民党がへたれてるじゃない、まあ、増税とか言ったりとか、まあ、その岸田首相の政策に対してノーを突きつける人が多かったりとか、その安倍さんが亡くなってからその地盤がしっかりしてた自民党がちょっと崩れているのもあって、今まで自民党を応援していた人がもうちょっとこの先は応援できないよっていうので崩れ落ちてるんですよね。でそこの辺をガッとかき集めて、いやもう今の自民党ってもう全然支持できないよねって、もっと日本のためにやらなきゃって言って、そこでまあバンと日本保守党が出てきて、まあすごく支持が集まってる、要するに自民党からこぼれた人たちをかき集めてるみたいなイメージでいいかと思いますけれども、まあ、そんな日本保守党もたびたびその街頭演説をしてるんですけども、まあ、大阪で行ったその街頭演説でその自分たちの予想してる以上の群衆が集まってしまって、まあ、救急車とか、消防警察、救急車来た消防と警察か、メインは消防と警察の車がブワーって来て、で、まあ、警察の方からちょっと街宣活動の方今日はちょっとやめてもらっていいですかってことで、まあ、自分たちの意思でじゃあやめますかっていうことで、まあ、10分15分ぐらいは演説したんだけれども、まあ、ちょっと危ないだろうということで演説を中止したんですよね。でその件が、まあ、ちょっとネットニュースでバズってまして、どういうところがバズったかっていうと、まあ、人を集めたっていうのですごいね、力あるね、数字持ってるねっていうのでバズったのもあるんだけど、もう一つ裏でもう一バズりありまして、それは何かっていうと、その凱旋活動を行ったところのすぐ近くにヨドバシカメラがあったんですよね。そうでそこの方がちょっと申し訳ないけど店の人が言うってなかなか珍しいんだけど、ちょっと演説やめてくれないかと、そう止めにかかったんですよね。で理由はあまりにも群衆が集まってて、まあ、目の前自分の店の前の往来も難しくなったりとか、まあそういったさドミノ倒しとかってさ、例えばさ昨年のさハロウィン、韓国のハロウィンのイテウォンのさ150人ぐらい亡くなった事件もあったし、その他にはね昔だと明石の事件もありましたし、やっぱり人が集まると危ないじゃないですか。だからヨドバシの人がちょっと中止してもらえないかって言ったんだけど、まあ周りのその保守党の支持する人たちが、いやこっち許可取ってんだぞみたいな、うるせえみたいな、警察にいいよそんなことって言ってヤジが飛んだんですよね。でそこが動画撮られてネットに上げられたんですよ。そうでそれがもうまた悪い意味でバズってしまって、結局その保守の強い自民党からこぼれてきた人たちを日本保守党が集めてるわけじゃん。
だけど結局はそういう町の人たちの小さな声一つ一つを聞かないでそうやってヤジを飛ばすわけだから、まあやっぱり興ざめする人も出るわけですよね。はい、それ見てね、なんでまあちょっと荒れてたりとかもしますけど、まあ今日公式に声明出されてましたけどね、なんか謝罪もされつつ今後は気をつけてやっていくとのことなんですけど、まあもちろん多分警察に泥使用許可も出されてるとは思います。それは当たり前だけども、だけれども多分想定外の人が来てちょっと外線が難しくなってしまったってことだと思います。で、その消防とか警察もなんか通報があったみたいです。ドミノ倒しが起きてるぞという通報があって警察の人とかが来たんだけど、実際はそのドミノ倒しがあったわけではない。まあその日本保守党側は虚偽通報だというふうには言ってますけど、まあ多分心配したのかなんかやっかみでやったのかまではわからないけど、まあとある人がその警察に対して通報したと。だから、まあ、通報があれば現場に駆けつけなきゃいけないんでバーッと来たっていうところなんですけどね。僕としてはその日本保守党さんはそんだけ人が集まるのが読めなかったって言ってるけど、集める気でやってるわけじゃないですか。何人来るかは読めないって言うけど、人を集めたくて大阪でやってるわけじゃない。まあ日本でも各地でやられてるんですけど、その集める気がなければそこでやらないわけだし、集めたかったわけだから、集めればそういうことになることは想定できるわけだし、しかもその日本保守党に関してはネットですごい支持されてるわけじゃん。フォロワー数も多いし、じゃあ別にネットで喋ればいいと思うんだよね。わざわざそういうことが想定される中、いやちょっと考えればわかる中、だって他の各地でもやってるわけだから大阪でやったら人集まるだろうってぐらい読めるわけだし、そこまでしてその凱旋をする意味ってあったのかなっていう、なんかちょっとオナニーだよねっていう、そう、自分たちがこんだけ人集めれるよっていうのを自分たちが興味ない街に歩く人たちに見せたかったんだろうなって思うんだけど、なんかその自民党とか日本維新の会をすごい批判するじゃん、つっつくじゃん。だけどなんかやっぱり政治家とか政治を目指す人たちって同じだなって思うのが、その結局一人一人の国民とかの意見を組んだりとか考えてあげないとやっぱ信用できないよね。例えばそのヨドバシさんに関しても別に警察じゃないよ、だけどヨドバシさんが今ちょっとうちの目の前でやられたら困るんだよ、こんだけ人がいるからさって言って頭まで下げられて今やめてくださいって言われた時に、なんかそこにかける言葉一言ですごい変わるなと思うし、そこで結局周りのその日本保守党の支持者の人たちがヤジして止めもしないわけじゃないですか。でもそこ止めてたらその動画上がればまた印象変わるじゃん。ちょっとお前らうるさい、そんなこと言っちゃダメだよ、ヨドバシさんの迷惑になるからね、じゃあちょっと考えようよって百田さんが言ったり、その横の河村隆さんが言えばよかったのに、河村隆さんなんかニヤニヤしてるわけ。そういう一つ一つの小さい声を結局そこのリアルで汲み取ってあげてなかったのは事実だし、なんかあれ見るとなんかやっぱりなみたいな、なんかただ調子こいてるだけなんかなって思っちゃったね。もちろん許可取ってやってる分にはいいことだし、別にそこは批判はしないんだけど、自分たちの力が今来てるって分かってたら、大阪でやったらそれぐらいの人来るって分かってんだから、だったら人集めるんだったらどっかホールでも借りて集めりゃいいじゃんって話で、わざわざさ街頭でやる必要あったのっていう風にちょっと思った。で人集まってきてるのが見えてんだったらマイクに行ってさ、すいません今日ちょっとここでやりたかったんだけど、ちょっとこの人危ないから今日はちょっとここでやめさせてもらいますわって言ってたらかっこいいよねって、どうしてもそこでやりたかったのかなっていうのが気になるし、ね、しかも今ネットの時代なんで、そういう自分たちの政治的思想とか考えてネットでフェアにしかも安全に話すこともできるし聞いてもらうこともできる時代じゃないですか。そうね、なんならさ結局さ安倍さんだってさ外で演説したから殺されたんですよ。ねえ、岸田さんだってさ演説するからさなんかダイナマイトみたいなやつ投げられるわけですよって、やっぱそういうリスクもあるわけで、そういうリスクもありながら日本保守党さんが大阪であそこで人集めて、なんならどっかでもしかしたら怪我人が出てもおかしくないぐらいの人の集まりですよ。なんかそこを想定外でしたっていうのは、なんかそんだけ頭いい人集まっててすげえちょっと軽率だなって思った。そう、結局自分たちの支持者集めてわーって喋ってたらそれでいいってなったら俺ら配信者と変わんないっすよね。だから結局ネットでわーってなってる政治団体ってみんなそうなんよ。日本保守党さんだけじゃない、令和もそうだし、そう、他の政党もそう、他の政治団体もそう、ネットでバズってる、ネットで支持されてるやつらって自分たちしか見えてない、結局配信者と同じ生き物なんよ。で結果そういうことやってきちゃうわけじゃない。警察とかもさ、と俺は思った。
いや憶測で話さないでね、俺の感想なんよこれ。俺の感想、憶測とかどうこうじゃなくて俺は見た感想、うん、だって今日だって上げてる声明文だって読みましたよ。感想だからこれ、憶測じゃないよ。俺が何の憶測で話をしたの、現実の話じゃない。じゃあ何ですか、ヨドバシカメラの人にやめてくださいって言われたの嘘なあれ、うん、本当の話じゃん。言われてたじゃん、言われてるのは事実じゃん。だから俺ちゃんとさ2つ言ったよね、バズってる2つ言ったよね。そんだけ人を集めてる力もある、数字もあるバズり方がまず1つと、その裏で集めたことによってネガティブなバズりもあるよねって話で2つで分けて話してるじゃん。何の憶測なの。いやだから俺が言いたいのは、俺ら配信者とはね、似てても似てないところがあって、やっぱりさ影響力とか持ったりすると上げ足取られるわけじゃない。そうだけど、なんでそういうせっかく今来てるところにつつかれるようなことしちゃったのかなってのがちょっと気になった。別になんか嫌いとかじゃないよ、うん、だって別にさ嫌いだったらさ話しないしさ、もちろんバズってるのも見てるからさ見るわけで、だけどさそういうさなんかヨドバシの人に言われた時の対応とか一つでも上げ足取られるわけじゃん。いや許可取ってからやってんだよってさ、俺らと同じこと言ってんじゃん配信者と同じこと。だからさ、ネットでバズってるやつらってさみんなそうなんだよ。周り見ないやつらがほとんどなんだよ。俺もそうだし一緒なんですよ。周りちょっと見れれば、あちょっとヨドバシさんに迷惑かかったかも、ヨドバシ直接言われてるわけですから、そこで何を語るかによって全然その場にいなかった人たちからのイメージって違うじゃん。その場に例えば日本保守党を応援しに行ってる人たちは何も思わんかもしれんよ。だけどその切り抜きを見た人たちってどういうイメージになるって話なんですよ。だ結局切り抜かれちゃってるわけじゃん、上げられてるわけじゃん、その様子を。まあだけどそんだけ人を集められる力はすごいよね。うん、なんかよく見るのがネットでバズってるけどリアルになったらうんっていうのが多いじゃないね。YouTuber 系の人もさ、ネットでバズっててさ選挙出てさ全然投票されなくて票数が過ぎなくて落ちる人も多い中で、ネットだけじゃなくてリアルでそんだけ群衆になるぐらい人を集めてる力はすごいんじゃないですか。でもそんだけ強いからこそ絶対に日本って上げ足取られるから。だって今までずっとみんな日本自民党のさ、日本の自民党の上げ足取ってたわけじゃない。今度保守党の上げ足を取ろうとする奴らが出てくるわけじゃない。だから気をつけてくださいねっていう話をしてるだけなの俺は。あと俺ね、選挙するまでね信用しないんで、基本的には席取るまでは。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。